DJ サイレントMC プレイプレイヤー地下のゲイ桜坂スキャンドゥスターシップアジアの島国大陸から見れば神風武士の国白く染まるため息をし殺しで交わるそれぞれの道の愛や戦うしかないならお疲れ様です。お疲れ様です。本日も高遠力部屋高遠力チャンネルの力関にお越しいただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今日は力関が大好きな今はもうやめられてるんですか掛け事博打は。いややってますよやってますよとか言ってまた弊害あるけど、はい、いやそういう、こう違法賭博は一切やってます。十何年、はい、それだけはやってます。競艇ですか。はい、あボート競馬やったりあまあたまにやりますね。なんかボートと競輪はなんか八百長があるっぽいですよね。だから前一回だからその愛知県かどっかで A1 選手は、はい、それで友達かなんか親戚の親かなんかにレースの何レースにインコース走ってて、でその他買えば当たるじゃないですか、はい、それで何千万か言わしたって言って実刑判決作ってますよね。なかなかそういうのバレづらいんですけどね。なんか1週間前に入って携帯とか全部取られるんですよね、はい、あそういった連絡とかないように、はい、ないように、だから情報ですね。そう情報が入らない、うん、だからそういうことして結構だから協定なんかだから酒も飲んじゃダメなんですよ、うん、でもそういう、こう、おみき、こう、神棚あるじゃないですか、ね、はい、で、酒好きなやつで、神棚の酒飲んで、クビになったやつもいましたよね。うん、あでも、厳しい条件の、ね、結構、やっぱ船舶振興会、笹川良一さんのとこだから、はい、やっぱ厳しいですよね。うん、昔の名残は。ダメですよね。でも、それでもなんか、何を買えとかなんかあるみたいですけどね。どうやって連絡取ってるのかわかんないですけど。やっぱね、やっぱこうギャンブルはやっぱりそういうのはなくならないと思いますよ。サッカーとかね、そういうのもだって外国のサッカーとかでも八百長あるじゃないですか、はいはい、だからまあそういうのの資金源になったりするだろうし。どうなんですかね、外国なんかどうなんですかね。メキシコのサッカーの選手で負けてゴールキーパーとか試合終わった直後に出た途端射殺とか結構聞きますけどね。ああうん、やっぱそれってお金かけてるところのボスっていうか、マフィアだったりのボスがてめえみたいな感じですよね。てめえも何も外国の場合はそういうなんか悪態もつかずにもう即射殺みたいですね。まあね、それはちょっと外国のこの感覚っていうのは正直わかんないですよね。だからやっぱ日本のね、やっぱそういうふうな考えとやっぱ外国の考えが違うから、やっぱそこの教育ってすごい難しいと思いますよ。なんで悪いんだみたいなのがあるから。ちなみに高尾関は今まで最高1日でいくら負けたとか。いやだから、基本的に藤山神先生をこう尊敬してたんで、だからもう遺言書の金は持たないんですよ。だからそういうふうな、だから相撲取りも芸人も宵越の金を持つなみたいなとこあったから、もうあれがね全部負けるから、勝ってもまあ次だから家を買おうとかね、そういうの何にもないから、今でも何もないから、それが一番強いと思いますよ。何も持ってない、何もないし、だからもう野垂れ死のが何も捨てるものも拾うものも何もないっていう生活してたらやっぱり強いんですよ、これが。本当のバクチ打ちみたいな感じですよね。今もう、だから、まあ、しょうがない、ね、従業員もいっぱいいるから、うん、まあ、そういう無茶はできないけど、でも結局子供もいないし、子供はいますけど、まあもう離れていないし、で、ね、借金はだから、まあ、店で返していってるし。うん、あった金は全部なくなりますよね。貯金っていう言葉は聞いたことがないです。借金はあっても。
まあでもある程度これ十何年こうコツコツやってきたら意外とまあ信用ができて銀行さんもお金貸してくれるようになったからまあ良かったですけどね、はい。まあでも基本的にはもうだってあんまりだ何が欲しいとか車が欲しいとかそういうの何にもないですから。じゃあその博打に熱狂されてた時っていうのは、まあ一日もう何百万とか何千万とかあったら全部負けますか。あったら全部負けるし、だから勝ちは勝ったで次またやるから結局なくなる。あ、そのお金をまた博打に使う。そうです。で博打打ちって基本的にせこいの多いですよ。なんか勝ったお金でみんなでこうわーとか。いや次連れてったりとか。いや意外とせこいやつ多いです。力的もせこかったんですか。意外と金のこと細かいですよ。何が細かいかって言ったら、大根とかでも200円の大根と100円の大根だったら、同じものだったら100円の大根を買いに行きますもん。だからそんな面倒くさいことしなくてもっていう、その面倒くさいことをしてしまうんですよ、ギャンブラーを。そういうので、こうあんまりこう余計な銭は使わない。じゃあ、 まあ服装だったりとか、まあ、車だったりとか時計だったりとかっていう、まあ、皆さんちょっと見え張るところやつ、お金は全然使わず、使わず本当にもうそのままバシッと。そうです、うん、負けた時のその快感とか負けた時のこのスリルとか負けた時のこのアドレナリンの出てるこの悔しさとかねそういうのはもう正直病気になるんですよ。依存症ですよ、うん、バカじゃないのって、うん、そのバカさが限界です。負けた時のその絶望感みたいなのはないですか。もうずっと頭の中で、それも悔しい思い、それも快感になったりするんですよ。奥さんとかに怒らないですか。いやもう別れたからあでいい、ね、大丈夫です。もうそういう人間にはやっぱりこう結婚とか向いてないんですよ実はね、うん、でも今は相撲のために命をかけて自分の人生をかけて、そうですね、やられてるんですよね、うんうん、一番好きだった博打は何ですか。やっぱり何が一番面白いかって言ったら、やっぱ長範博打が一番面白いんですよ。ポン引きとかもやりました昔やりました。やったんですけど、もう大体もうそれはね、もともとうち四五一っていう、はい、やってたんですよ。四五一ってまあまあサイコロ賭博ですね、はい、それとかそういうの、それでこう生計を成してた。あ、だからやっぱ多い時はね、新開地の上がりって結構あるわけですよ。下手な地方の競輪場よりも、そうですね、だからその新開地のうちのとこの上がりの方が多かった、うん、はい、だからそれがだから結局その金持って大阪行って博打やりに行くわけですよ、親父らが。で何億負けたとか何千万負けたとか言って、うん、でそういう博打をするからしっかり貯めとけばいいのになとか思うけど、うん、もうその時はもうだってもう切ったはったしてるから分かんない、うん、その時ちゃんとしっかり貯めてたら、うん、今頃どんだけ財産築いてんだとか思うけど、うん、やっぱ使わなかったら相当な金額ですよね。使ってなかったらそれが。今みたいに知恵も回ればね、うん、その金をもっと増やすことだってできるわけじゃないです か、うん、だかそういうのもなくね、無駄なことを使ってた自分がね、うん、情けないなと思うけど、まあそれはもうしょうがないなと。何にもないんだもん。だって家が欲しいわけでもないし、車が欲しいわけでもないし、いい服着たいわけでもないし、ただその爆発するのがもう楽しいし面白いし、ドキドキ感とか高揚感とか、もう人生のこの縮図みたいな、その時に勝ったら嬉しい、負けたら悔しいとか、人生のギャンブルって人生の縮図なんですよ。かっこいいことばっかり言ってるなと思って。そのパチンコなんかこう依存症とかってたくさん売られますけど、まあ借金しちゃったりとか、まあ人からお金借りたりとか、そういう方たちに何かこうそれをこう依存から抜け出すためにはどうしたらいい？
や、もうだから借りまくって、で借りるとこがなくなって、もうそこからそこを通り越さないと、もう次のステップにはいかないですよ。もうそこでやめることはできないです。借金まみれになって人に借りまくって、もう借りるとこがなくなって、もう自殺の一歩手前まで行って、でまあそこから自分で、だからもうそのお金を借りないとか、それ言っても分かんないですよね。そうです。そのもうやるなよとか言って、やるなよって言ってもやるだろ。ね。俺なんかもう100回以上言われたもん、もう博打やるなよとか言って言われて、けどやっぱ病気だからやってるんですよ。いかにだからそれを、だから自分のお小遣い範囲で抑えられるかっていうことが大事です。そこまで理性が働けばそこまで落ちてないっていうのもありますよね。でも何かに依存してないとやっぱ仕事もできないし生きていけないんじゃないですかね。必ず何かには依存してますよね、人間は。まあお酒飲んで依存してる人もいるだろうしね、タバコで依存してる人もいるだろうし、まあマリハナで依存してる人もいるだろうし。自分はなんか依存しても今日やめたっていうと今日やめれるんですよ。すべてその日にやめてその後一回もやらないやつに来れるんですね。意志が強いですよね。そしてタバコも子供にやめてくれって言われた日から全部捨てて、そこから一本も捨てないです。あ、本当ですか。はい。まあでも昔みたいにもうなんかやってても楽しくないから、多分そんなやらないです。今依存症とかそういうのは抜きにして、今コロナで客が来ねえから暇だからやってるだけであって、だからやっててもなんかいまいちなんか面白くないけど、ね、昔やったらもう自分の人生かけてやってるけど、もう今はもう1000、2000で遊んだりしてゲラゲラ笑ってやってるから、それぐらいだったらまあいいんじゃないかな。まあまあいつスイッチが入るか分かんないですけど、まあ、ちょっとそのスイッチが入らないようにですね。そうですね。まあちょっと違う方向に向いてもらってですね。まあ、それよりも面白いことがまたできたら、またそういう違うのにいっちゃうだろうし、ね、皆さんぜひそういうのを見つけてほしいですね。そうですね。そうですね。そういうことですので、皆さんも高遠力部屋、高遠力チャンネルのもぜひですね、ご覧いただいて、いろんなお話されてると思いますので、その辺皆さんよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。